皆さんこんこにちは、えー、今回5回目になりますけど、まあ、私の話はですね、まあ、あの何度も言うように現在つまり歴史というのは現在から見るということでですね決してあのそのクロノジカルなその時代をこう、まあ、一,つ一つの時代ずつ述べるっていうようなことをしてはね本来 まあそれがあの歴史だと思っている方も多いんですけれどもやはりあの歴史家がやはりそういうかつての時代そういうこの人間が経験してきた時期というものをもう一度その考え直すというかですねもう一度その人たちとコミュニケーションをするというこういうことが本当の歴史だろうと思うんですね。ですからあの ただこうこの年代これが何が起きたっていうようなことはまあ,あのそういう年代表を見てくださればいいんでやはりその歴史家がですねこう語るということあるいは書くということはまあそのことに事柄に対する我々のですねこう見方考え方を披露することであってだからあのまあ一つの事件についてもあの 一つつのいいろんな時期についてもさ、ね、まざまな後の後代の意見によってその事柄がですね新たにされていくという、まあ、そういうことが歴史だろうと思うで。ですから歴史の豊じさ歴史の豊かさっていうのはそれがあってそれ特にまあ私は芸術文化をですねあの非常にあの関心を持ってるんで。 それがやっぱり各時代によって変わっていくということがですね、この現在の我々の同じ人間としてのですね、こうまあ、感情、感性あるいは思想、考え方に影響を非常に与えるわけです。ですから歴史というのは発見の旅だっていうことも言えるだろうと思うんですね。それが考古学的な考古学者はそういうことをですね、こう実際にあの発 ものを発見する発掘したり、まあ、遺跡を調査したりしてですね新たな事実を与えてくれるでそれをですね歴史家が構成し直す考え直すということをして初めて歴史ができてくるとですからあの、まあ、そういうことをですねあのやると本当にあの形というものがね北条さを生み出す形の文化である。 で文字はでですすねね実を言うと後なんです、ね、でこれはあのまあサピエンスのことをまあ何度も言ってるんですけどもサピエンスがやっぱり書かれた文字書かれた思想がサピエンス知識としてですねあるいはまあ認識されるっていうことはまあ言葉だと思ってるわけです。しかし人間の多くはそんなことを,をまあ考えることはね まあ、ある意味でユダヤ人らしい考え方でやはり神といったって見えなければわからないだけど太陽は見えるとですから人々はは太陽から神を考えるとということは当然なんですねですけどユダヤ人たちはやっぱり神が太陽を作った神が自然を作ったってやりますからねこれがやっぱりあのおかしなことになるんでやはりあの 太陽という言葉の前に「三という言葉の前にですね太陽があるっていうそういう生活を人々がやってるわけですね。ですからそしてそれの恵みでそれで毎日が朝から夜でその間にあの働くということがやっぱりあの太陽のこう恵みによってですねあの生きていくということが、まあ、最初に実験されているんで「太陽神」とか「太陽 名付けることか始まるわけじゃないんですねでこれがあのサピエンス誌の間違いだろうと思うんですねこう認識するっていうことは言葉でするっていうことでえ、まあ、それがこう人間の特性であるみたいなことを言いますけれどもやはりそうではないと私はまあ考えるわけです。でそれがやっぱり日本で一番こう凝集していくという。で私はまあ前に 芸術国家日本の輝きまあこれあの国民の芸術を書いたんですけれどもそれのこう再まあ,あ再判なんですけれどもまあこういうことで日本はですね最初から芸術国家だったということを今日は述べたいと思うんですねでそれはあのまあ結局まあこれはあの縄文時代ということがあるからなんですが。 言うとです、ね、あの世界では縄文時代がないんですよですからその時代は世界史ではですね旧石中,中石器時代と言ってるんですね新石器時代あまあ中石器時代新石器時代と言って石器時代と呼んでるんですよねその時代のことをねで,でるんですで。これはですからね世界ではこういうただ石器時代であるということつまり あの要するに土器器を作っても向こうはですね西洋あるいはまあ大陸はですね物を入れるためだけなんですね。で日本はですね土器を作ってそこに周りにあの模様を作ってそれが網目網にあ,のあるいは縄模様で作る必ずこう装飾をするそしてあのやはり、えー 煮沸もするそこに物を入れて煮沸をするっていうねでそういうことをもう最初からやってるそれが縄文時代なんですね。ですからこれが1万6,500年にもうあの出てきてるわけで、まあ、そのことを無視してはいけないですね。で大体縄文時代というのは 1, 1 5 0 0万五0年から始まる大体そう言ってますけども。 もうすでにおあのはっきりと1万6,500年にすでにそういう最初のですね土器そういうあのスラらトですけど模様つまり網目模様がついた土器が出てきているわけです。でそういうことでですねその土器 つまり縄文土器ができるっていうことはどういうことかっていうと似た木ができるっていうことそしてまあそれに模様をつけるということにあってで,既にですすでででにねね人々は定着し始めたということなんです、ね、でまああの定着して本当に定着していったのがもうその後のまああの 縄文のまあ最初の時期の次ぐらいからまあそのそういわれ最初はですね曹操期っていうんですね、まあ、あの考古学者の時代区分に言うと。で曹操期にもうそ,そういうものが出てくるわけですがまあその新しい時期あの時代もう1万2,000年頃からもう人々は定着し始めたっていうんですけどもうすでに前からあの。 つまりそ似た経をできるっていうことはあの実を言うとそこに住まないとあるいはそこに定住するっていうある種の,あの生活が確立してるっていうことであるわけで,す、ね、で周りのものをこうあの取ってきてはそこに入れるっていうですからそういうことがですねやはりあの、まあ、一つの定着縦穴住居あるいはそこに 洞窟とかです、ね、どっちにしてもそこに住むということが出てくるわけですでそうすると必ず一つのこうまあご存じのように三内丸山これはまあ中期ずっとあの紀元前5,500年から4,000年と言われてるんですけどももうここには明らかに村があってあの共同社会が営まれてるわけですね。で ししかしもうすでにこうまだまだまだ人口が少ないこの時期においてもすでに定着が始まっているってこれはどういうことかというと戦争がないつまり人が攻めてこないそこに争いがないということなんですね。でそして同時に動物が襲ってこないそれから十分にですねこのそれを制御できるっていうかね。あの 防ぐことができる西洋のこのヨーロッパの場合はですねバッファローですから特に2万年以前の文化は確かに洞窟壁画これはあのアルタミア、ね、ショウウェイあのラスコーといったまあ有名な洞窟壁画がありますけれどもこれは完全にその洞窟にこもってつまり氷河期の中でですね作られたものでそして圧倒的に あの動物が強いわけですねですから動物の強いバッハローたちを描くで洞窟にいるっていうことは動物からこうあの攻撃から、まあ、あ外につまり守られてるっていうことなんで,でそういう生活からくるいろんな、まあ、あこの作られたものっていうものは、まあ、ある種の恐怖の産物なんですね。あるいは、まあ、それの畏の産物 つまり動物に支配されるといいうあるるは自然に支配されるところが日本の場合はですね土器を作るということは煮炊きをするそうすると周りのさまざまな樹木からこの、えーまあ、その実りを持ってきてそれを煮炊きするということで自然をですね逆に言うと、まあ、支配するっていうとあの語弊がありますけれども 矯正するっていうね。一緒にこう生きていくっていう感じを持つわけです。ですから幸いまあ日本というのは、まあもちろんナマ生像とかですね。様々な像あの大きなものもありましたけども、幸い。そういうものがこう。本土では少ない。まあ、あの。遺跡で出てきています。けれども、やはりあの少ないわけですね。で、そういうところでやっぱり。 鹿とかイノシシとかですね熊とかそういった人物動物を相手にしながら狩猟をやりですねそれから多くの貝塚があるということはやはりあの海岸で貝,が貝,貝塚日本はもう本当に入り組んでますからどこでも貝が <laughs> 取れるというまあそれからもちろん魚も取れるわけですね。 でそういういことにによってて自然にです、ね、あの国家ができてくるつまり島ということによって地域というものが限定されますからそこにおける生活をする人々がたとえまだ少数であってもあのコミュニケーションを必要とする。ですから北海道のもの北海道の縄文遺跡にですね ノット半島のものが出てきたりまあさまざまな交易がされてるっていうようなことはあの、まあ、今でも実証されてるわけですでにこうその非常にいい交流があったと。でその中で必ずあの交渉ですけども言葉っていうものが出てきたということこれも生まれていたったということも推測できるわけですね。 そしてまた交換するっていうことによって、あるいは、まあ。ものをこう、それぞれ、あの。交易するっていう中にですね、やっぱり何かの取り決めがあると。あるいは、何かのですね、こう、信頼関係ができていくという、そういうことも。十分考えられるわけです。まあ、それは一つの憶測かもしれませんけれども。日本では、その石器時代と言わないで、縄文土器時代ということ。 これはですね、私はあのまだまだあの先その近代国家ではないんですけど、国というものが国家に似たものがすでに成立し始めているということがあの言えると思うんですね。ただこの時代はあの文字記録がないためにですね、それがこう。 歴史家はまあ文字記録でないがないとあの証明できないと必ず言うんですけどもそうではなくてこういうこのこれからお話しする「土器の造形」ですねこういう土器がこう日本中に作られるということによって造形によって言語がですねあの作られている。でそれは私はまあ形学って呼んでるんですけどその形の学フォルモロジーっていうものによって 解きき明かすことができるまあ、もちろん完全にですねこう法律がどういうふうに言ってるかなっていうようなことは、まあ、もちろんあの、まあ、曖昧わからない面もありますけどしかしこの形がものを言ってるっていうところで読み解ける歴史があるはずなんですね。ですからあのこの「土器の造形」っていうこれはまあ 2003年ごろかなあの東博国立博物館でやった展覧会です。これ非常にあの豊富なです、ね、土器をあるいは土器土空を全部集めてですねあの非常に、まあ、もちろん私も見たんですけども素晴らしい国があるんだということがわ、まあ、かるわけです。でまあそういうことでですね他の国が石器時代だった時日本はもう土器の 縄文土器であるとということそうしますとねその後ねエジプトとかあの、まあ、メソポタミアとかインダスとか中国とかそれはずっとあなんですね。縄文土器の後期なんですよで大体今言った中期3,500年ぐらいにあのこの山内まで曲がった時期からですね向こうの時期あれが始まってるんでその以前は 日本が独創してていいると言ってもいいわけですね。で、そういう特に1万6,500年前からそういう,こう定住社会が、まあ、人口は少ないながらもあったとすると、まあ、それは自体が一つのこう文明でありですねあのまた文化でもあるわけです。であのやはりあの土器の類がですねあの 圧倒的に東に東多いっていうこともこれもね皆さんがよくあの注意しておかないといけない今までは全部あの関西九州から文化が始まったみたいなことを必ず教科書にもみんな載ってますけどももうそれはあのう嘘なんですね。で、まあ、これ何度もあのお見せしてますけどもあのこのこれがですね縄文遺跡分布のあの。 図なんですねでこれ見ても分かるように圧倒的にこの関西ではなくて関東東北まあこれ残念ながら北海道も載って載ってませんけれども関西あの関東東北そしてあの北海道に遺跡が多いわけです。でやはりこういうい こととこを見ます,とです、ね、それでだんだんとこう南化していくつまり温暖寒冷化していくこれはあの温暖化寒冷化っていうのは今実は言うとみんな騒いでますけどね今日は暑くなったり寒くなったりするこれはおかしな天候だそうじゃないんですこういうことはもう昔からあるわけですねで温暖化寒冷化っていうのはやはり交互に繰り返していくわけです。 ですからそういうことであのなんか <laughs>、まあ、人間社会あの人間が悪いみたいなことをですねこういうような必要はないんです自然はもっと大きいんですねそれでやはりそういう中でですねあのこう日本の文化が作られ始めたのがこの土器とこういう土偶これもによって作られていくわけあので分かるわけです。 それでです、ねまあ、あのまあ初期の,あのこういうものからですね初期はまあ,あり合い簡単なものであの、まあ、ここに前期からずっとあの早々期がこういうものから始まるわけですね。でこの早々期のこのものは非常に単純ですけれどもしかしご覧になって分かるように。 やはりあの縄模様がついている。まああの一体これは何なのかということですね。で縄っていう表現あるいはこうまあ、あ縄目であるそういうこう必ずですね日本人は装飾をすると。で装飾をするっていうことはどういうことかというとそこにある種の観念を持つですね。 そ,のそれが何かを表現しているはずなんですねでこれはやっぱりあの、まあ、日本人が最初から精神生活を送っていたということです。でこれはですねこういうつまり西洋ではですねこうもちろん銅器、えー、が作られても こうその単なるまあ入れ物ですからあんまりこう装飾がないものなんですけどもしかしここにですねこういう,もう最初から装飾があるっていうことはこれはもう皆さん簡単にお分かりのように神社に行くと必ず今でもしめ縄があると。 でそのしめ縄というものは、まあ、あの神道のまあ言葉であるわけですね。で神道が縄というものを非常に重要視するということはそれは結局そこに聖なるものがあるとそこにですねあの、まあ、これをこう大事にするということは、まあ、簡単に言えばまあ皆さんがですね何か贈り物を持っていく時に旦なむき出しにですね このお,お,お菓子を持っていくんではなく必ず墓を箱に入れるとでそれが入っているものがまあ貴重なものですよあるいはおいしいものですよということと同時にですね私の気持ち私の精神をあなたに送りますという、まあ、そういう意味が、まあ、まあ今はどうか知りませんけれどもしかしそういう形式があったし まあ人によってはやっぱりそういう気持ちを持ってあの今はもうそれがあまりにも一般化しちゃってですねパッケージがなんか一つの形式化してあのなってますけれどもその気持ちはやはり「包む」という気持ちでこう自然にその相手の気持ちあるいは対象に対してそれを包んでいこうとするねそれはもう聖域だという。 あるいはそこに人々の精神がこもっているあるいはそこに異形の念を持つそういうことだですねですから私はですねこういう、まあ、この部分はまだまだあの複雑ではないんですが、まあ、後になってご覧に入れるようなこういうものはですねもうほとんどこ,うここで調理するっていうものではないわけですね。でやはりそこにスワッと水を入れとく そして水というものがです、ね、別になんかね真,真ん中に火を入れるわけじゃないそういうあれではないわけで火炎土器じゃなくて水,水のあのを入れるっていう水信仰と言ってもいいそういうものが既にあるわけです。で水をこう囲む包むことによってその土水の神、まあ、神っていうと語意がありますが、その霊をですねあの まあ成果する礼拝するっていうそういう意味が出てくるだろうとでそこに日本人のですねこれも最初の時期からこれはまあ今早々期前期ですからこれはもう1万2,000年前もうこういうものからですね美しさっていうのを追求するっていうねそういうあの造形性があるわけです。でこれはですねちょっとあの アルタミラとか、まあ、他の、まあ、その西洋があっているものは美しさ。っていうものじゃないんですね。こう。あ、る種のこう畏怖の念。恐怖の念、あるいはまた。それをこう。まあ、征服したいという気持ちも。多少はあるでしょうし。とにかく、そういったものが。中心となって。アルタミラの洞窟ができる。が、手の入れたりですね。いろんなことがあっても。 まあ,ある種の実用性っていうものがねあの中心になって美を作るとというところまでは行ってないな、まあ結果的に美なんですけどね例えばアルタミアの洞窟あるいはそうしたものが残ったとしてもなぜかっていうとこう忠実なあのその写真のようなものじゃないからですね。でそれを作る人のこう技量っていうのがまあ問われるわけで。 まあそういうものもまあ美というわけですがしかしここのこういうものは日常的に使うあるいはどこの家にも置いてあるというものの中に美があるあるいはそこに精神性を注入するということが非常にですね <laughs> あのまあ日本人の感性のですね豊かさとなっているだろうと思う で一見皆さんはまあ中国的なあるいは西洋的なこう鉄器とかまあがっちりとしたこう幾何学的な模様がなんか美であるというふうに思わされているところあるんですこれはみんなです、ね、手で作る手作りであるから必ずこう右と左がぴったり合うということはないんですね。 ですからこれがの日本のこうそれ以後の庭園にしてもあらゆるものの美の一つのこうまあ型となるわけですねこう決してあの左右対称にですね機械的に作らないというねですからベルサイユ宮殿がですね完全に幾何学模様のお庭があると,ところが日本のですね庭園はもうほとんどあの 左右対称っていうのは全くないと言ってもいい。まああの建築でもそうですね。ただまああのたまにはあってもそれはちょっとまあ、ある種の特殊のあるあのもので、まあ大仏殿でも大仏殿も確かにね左右対称ですけれども、やはりあの大仏そのものはやはりこう人間の動きでですね、決してこう 機械的に作ってないわけです、まあ、いずれにしてもですねこういうところから日本人が美というものを作る,作るという感覚そしてこれがですねご,ここにご覧になって分かるようにあの全てがこう日本全体にですね覆っているということですね。ですからこういう事態は何かっていうと統一した美意識。 統一した人間の精神性っていうのが何かあったんじゃないかとで。これはもう。もちろん、最初に日本が東に多いということは、太陽が昇るところにみんなが集まると。こうついたところの九州やですね。関西ではなくて、さらに奥に行く。さらに東に行くということをやっているのは、やっぱりそこの太陽の光太陽をですね。の登るところに。 近づきたいというそういとうううそ習性ですねこれはもうエデンの詩が東あらゆる文化がそうなんですオリエンテーションオリエントというのは東これがやっぱり太陽を昇るという意味ですからね。それからまあ今そういう考古学でそういう問題をですねあのほとんどこう精神性を全部巡ってしまって必要性食料が求めて人々が動くとかでね必ずそういう 物理的なあのことしか言わない。でこれはもうマルクス主義の欠陥ですね。だからマルクス主義がダメなのはそれなんです。誘物論では人々はわからない。経済もわからないです。ですからまあそれを私はまあ批判しながら言ってるわけです。でまあそういうことでですね。だいたい一万六千五百年頃からすでに日本に 国家らしいものがあるとで国家っても統一的なある種の感覚統一的なある種の精神性があるということになってくると縦穴住居が各地に作られていくでそこのの中である種のコミュニケーションができるそして商取引まあ商取引というよりも交換貿易がされるとなると。 やはりそこに言葉がが共通するものがあるとでそういうことからい,いくと国家っていうね国家っていうのはあの <laughs> 家っていうつきますからだから縦穴住居でそれぞれの,あの、まあ、縦穴住居っていうのはご覧のと分かるように一つの家族でちょうどいい大きさなんですね。大家族が住むわけじゃない一つの家族として生きるっていうことの。 まあ、単位を持っているわけです、まあ、もちろん大家族も三世代ぐらいかもしれませんけれどももちろんそういうものの家族ですね。でそういう家族単位っていうことが村そして地方というものを生んでいくわけですね。でそこで一つのこう共同体を作っていくそしてそこに必ずですねまああの 信仰まあ共通な労働をするっていうことと同時に信仰も作られていくまあこれはもう祖先信仰もあるだろうしやはりあの基本は太陽信仰あるいはその周りに住んでいる人たちはその山を信仰する山によって守られるっていうですねあるいはその木によって守られるそういうこの自然信仰がこう当然出てくるわけです。ですから岩を まあまあつったりすることもあるわけですね、まあ、いずれにしてもそういう体系のあるある種の国家が出てくるそうするとですね幸いこの島国であるということによって世界最初の国が日本であるではないかというふうに推測できるわけです。他の国はですねあのもちろん部族がこう割拠しますけれども西洋でも同じように都市がこう ドイツなんていうのはもう都,市都市だけだったんでね国家なんていうのはまあ近代になってできたと言われるわけですあのイタリアでさえもね都市国家が都市国家はあるけれども全体のこう領域国家っていうのはもう後でできてるわけです。ですからあのそういうものでいくと日本っていうのは逆,逆に小さな都市国家がない代わりに。 なべてですねこのまあこれをご覧とわかるように広い広域にわたって遺跡がで出てくるっていうことはこう他の都市他の国とけん戦争する喧嘩するっていうことはないからやはりあのなべてですねこう地域国家ができる。それは 何かというとやっぱりたてな住居を基本にするこう家族がだから日本の日本というのは国ステイトやネーションじゃなくて国家と家っていうもの言葉を使うということがまあ分かってくるわけですだからそれはもう現実性があるからねステイトとかネーションを国家と訳すときにまあこれはもう明治時代でしあのそう訳したんでしょうけど。 やはり家いいう概念はないんですよステイトとかネーションとかユナイテッド・ステ f ト・ m e アメリカなんて言った時にあの別に州を連合しただけで家っていう概念はないのになぜ国家って日本が言うのかっていうのはやっぱりそういう家を連合するそしてそれがこうお互いに結び合っていくということの中に国の まあ、現実感というか、ね、国,の国というものが出てくる「お国」なんていうのはやはりそういうお国の故郷のですねやはりその家族たち共同体を考えるわけで常にそういう家族単位で考えるという習慣があの生まれてくるわけです。でそういうことがですねこの時代にまあ 始まっていたというふうに、私は見るわけです。で、私は、まあ、こういうですね、日本の起源は。日高見国にあったと言ってるんですね。これは日高見国という言葉はですね、あの、もちろん、あの。日本書紀、古事記、そして、風土記。特に、あの、明確なのは、のりと。 に大山と日高み国というですね名前があってこれを日本と呼ぶということはもうはっきり出てるわけです。でこれもあの日高み国っていうのはよくなんだかわからないということでまあ、大和の付属語だろうということだったんですけどそうじゃないんですね。日が高く登るところは大和ではなくて関東東北北海道なんです。でそこが日高み国だったと私は見るわけですね。 まあ東北だけじゃなくて、ね、北海道に日高っていう地名があるんですねそれから東北にも北上川とかですねそれからちまあ要するに甲信越でも日騨飛だってやん飛ぶに玉と書いて日だなんていうとまあ日高が見ると関係なくあの漢字がありますけどそういう日だとか日高とか まあ、つまり似たような言葉がか別の漢字で書かれるものもやはりみんなやっぱりそういう名残だろうというふうに思うわけです思われるわけですね。ですからまあこういうこう縄文時代からですねずっとこうあの人口の変遷をまあここにたどってみてもですね最初の頃はやはり東国にこう中心があったということが分かるわけです。 でそれがやっっぱり日高国であっただろうと、まあ、ついでにちょっと言いますとねこの前あの埴輪をご覧に入れま埴、あ、輪の話もしたんですけどもこれはまあずっと後の古墳時代と言われる大和時代ですがまあ、4世紀5世紀6世紀ですね。でこの時代の埴輪が圧倒的にあの特に人物埴輪が圧倒的に関東に出てくるというそして まあこの前お話ししたようにユダヤ人の顔をした埴輪が出てきたのがまあ千葉なんですね。であれを見ると人々もみんなやっぱり特に外国人つまり外から来る人たちもまず関東に行こうとする傾向があるとつまりあのつまりユダヤ人もですね関西にとどまらないで関東に来てるんですよね。 ですからこういう,こうユダヤ人的な顔っていうのは関西は実は言うと人物派にはほとんどないわけで描くし作る必要はないんですねないと思ってるからだから非常にこうあの遠藤派にはとか家系派にはとかまあそういうものは多いわけで動物派にもありますけど、ね、関東に圧倒的にその人物派にはある。でそ,れその中にユダヤ人が似た ああれがある、まあ、これはあの前にもあのお話ししましたかられですけども結局そういうことも全部ですね東に向かっていると見るわけです。まあ、今日はですね東京があるからとかねあの都市型の世界になってそういうことしか考えなくなっていますけれどもやはりあのこう太陽っていうものは江戸時代までは あるいはその自然というものは江戸時代までは圧倒的に人間を包んでいた人間の思考のですね基本になってたというふうに考えざるを得ないです。まあ、いずれにしてもですねこういうものがこう自然というもの特に水というものに対する土器がこう単に実用性ではなだけではなくて 非常にこうある種の精神性を帯びてくるあるあいはまあそこにあの人間のですねこう現実ともと違う何かがあるとこのようにはですねそのやはりこの霊的なものがあるとこう感じるまあこれあの 現代ではこればっかしか有名ですけどね実をと言うとねこの土器にはものすごいもっと素晴らしいものがたくさんあるんですよ。で例えばこういうねあのも,のもうねあれしか火炎土器あれしかないと思っている人が多いんですど、とんでもないんでもう何,何,何十何百トンですねもっと精緻なもっと素晴らしいものがある。 ご覧ってくださいこういう非常に幾何学的なものもあるわけですね。幾何学的であると同時にエレガンスのねものがある高貴なものがあるですからこれだけじゃないんですね。で今回パリでも縄文展をやってるんですけどこれが23点しかいかなかったためにあんまり縄文展があんまり評判にならなかったんですけどもやはりですねこういう,こう花瓶までですね 総的にこう現代美術以上のものがですね、こうもう現代美術なんていうのはほとんどあのまあ堕落してるっていうかまあつまらないものになってるんですけどもまさにこの抽象美っていうのがねあるんですよ。でこれもですねあの日本の特色なんです。抽象的なものをね美とする。でこれは実を言うと中国は例えば。 まあ,あの要するにあの,真の始皇帝領からですね出てくるああいう平壌漁みたいなもうリアリアズムそのものもなんですねだから中国はもん全部リアリズムで来ますけれども日本人はですね一つ一つ違うこうある種のファンタジーというかですねそういうものがあるわけです。からそういういことを 構想し作るという人たちがたくさんいたということはまさに芸術家がたたくさんいたといととうことで,もあるんで,す、ね、でまあ考古学者は工人だとかまあそういうですねこう単なる職人的なものとして考えるでしょうけど我々は私たちはもうこれは完全に芸術であるということなんで抽象的なものを美とするわけですね。 で基本はもちろんこの土器というものが実用性を帯びてますけれどももうこうなると実用性っていうよりも、まあ、水は入れるぐらいは入りますけれどもこれによって煮滴するなんていうことは考えられないだから土器っていうのは煮滴するものだなんていうだけで工学者は言うわけですが。 どっかにこげ焦げていたとかいうことが、まあ、それの証明だっていうんですこんなのが多少焦げてやると何だろうとまあ火にくべますからねあるでしょうけれども置いいとくっていうものまあこの一つずつをこう解説するとまあ本当に全てを時間があのかかりますけどそして一方でですねこういうこの土偶があるっていうこと これをですね、あので、この土偶があるということはまさにそういう人間のこう家庭っていうもの子孫子供っていうものがあるいはまあそこに病気っていうものそういうものが一体何から始まってるかっていうことですね。でこの、まあ、皆さんご存知の思うんですけどこの土偶っていうのは日本では非常に特色があると言われているわけで。 まあ今回もあのこういう土偶がですねパリでもあの中心的に置かれてました。でこういうものがですねあ,のあたかも日本人のまあ、人間の姿として描かれているということで皆さんも教会者でおならになったと思うんですけど今 <laughs> これもですね未だにあの 何,何を書かれているか何がこう表現されているかそれがわからないんですよ。考学者はねこれを例の存在だとは言うんですけど一体なぜこんな形をしているのかどう見ても不思議な形をしているわけですね。でこのこともですねやはりあのちょっと謎解きのまあ一つの大きな問題だろうと思うんです。 まああのここを調べるとまた時間がかかりそうなんでこの辺でちょっと休憩いたしましょう。<laughs> お肌の調子が悪い冷え症に悩んでいる便秘やおならが改善しないそのお悩み腸内環境の乱れが原因かもしれません美容やダイエット成功への近道をはじめすっきりと健康的な生活を過ごすためには善玉菌の多い腸内環境へとと整えることが非常に重要ですそこでおすすめなのが林原 LSI の「フローランアルファ フロはラン澱粉、糖の研究をはじめトレハロースなどの量産化により世界的なバイオブランドを作り上げた林原健司が開発したサプリメント腸内の善玉菌を増やす乳糖化糖オリゴ糖をはじめ冷えとめぐりを改善するビタミン P 揮発などの成分を最も効果を発揮させる配合バランスで腸まで確実に届く特殊なカプセルに凝縮 有効成分の含有量にこだわっているから1日たったっの1粒で、OK、毎日の美容と健康に夜寝る前に1粒お飲みいただくことをおすすめします